喪中のお正月 NG 行為5選を紹介しましょう。1、年賀状。年賀状は送るのも受け取るのもアウト。喪中はがきを早めに出してやり取りできないことを伝えましょう。2、正月飾り。新年のお祝いとして飾られる正月飾り、門松やしめ縄、鏡餅はどれもおめでたいものであり、喪中にはふさわしくありません。3、おせち料理。新年の食卓を飾るおせち料理は縁起がいい食材や料理が盛りだくさんです。喪中は食べるのを控えましょう。4、初詣。神社への初詣は NG。 お参りはもちろん、鳥居をくぐるのはあきません。お寺は喪中でも OK です。喪中の初詣はお寺にしましょう。5、お年玉。喪中は無地の封筒にしてください。お小遣いという名目で渡しましょう。今回は喪中の範囲、丸×で紹介するよ。第1問。喪中期間は族柄によって異なる。答えは丸。血縁の濃い方が長くなります。最も長いのは配偶者と両親です。第2問。義父母の喪中期間は実父母の期間よりも短い。答えはペケ。どちらも同じ位置づけで12ヶ月から13ヶ月です。第3問。おじ、おばは喪中の範囲に当たるか。答えはペケ。喪中の範囲は二親等内の親族です。おじおばは喪中の範囲に該当しません。第4問。配偶者は一親等である。答えはペケ。配偶者は親等なし。故障がなく、便宜上ゼロ親等と呼ばれます。喪中の期間は両親と同じく1年程度です。癌にとらわれずに個人の死を悼みましょう。今日のお話は喪中はがきがテーマ。マナーを3つご紹介します。1つ目は、送る相手。通夜や葬儀に参列していただいた方には必ず出しましょう。普段からお付き合いのある親戚も必須ですね。個人が年賀状をやり取りしていた方々も忘れちゃいけませんよ。2つ目は、送る時期。個人が亡くなった年の11月から12月中旬まで、郵便局の年賀状の受付が始まる前に届くようにしましょう。3つ目は、書き方の注意。おめでたい言葉は避け、不読点は使わない。差出人から見た族柄を書く。数字は漢数字で表記する。縦書きにする。喪中だから初詣はいけないと思っている皆さん、安心してね。実はお寺やったら行っていいんですよ。なんでかって言うたらね、神道と仏教では死に対する捉え方が違うんですね。神道では死は汚れたもの、不吉なものとされています。喪中の間は神社への参拝は控えましょう。日明けを迎えてないならなおのこと、避けた方がいいですね。でもお寺やったらいいんですよ。仏教では汚れではないんです。お寺には墓所もあるけど、神社にないのはそれが理由です。僧侶の私が言うのもなんやけどね、宗教によっていろいろ考え方があるんやね。喪中のお祝い事はあかんけど、新たな年を迎えたら気分を一新した初詣を考えるなら、お寺へお出かけください。今回の初詣はお寺に行くよっていうあなた、あなたが思うそれって神社のマナーじゃありませんか？実は神社とお寺では手順が違います。お寺ですると御法度ということもありますねんで、その最たるものが柏で、お寺は静かに手と手を合わせる合掌が基本です。本堂の前でパンパンなんて手を叩いたら白い目で見られるかもしれません。お寺の参拝マナーも覚えといてね。まずは山門の前で手を合わせて一礼。入るときは絶対に敷居を踏んだら飽きません。手水屋で手と口を清めるのは同じやね。境内の香炉にお線香を立てて、その煙を浴びながらお清めするのも忘れずにね。本堂に着いたらお賽銭を入れて輪に口を鳴らす。合掌しながら頭を下げて静かにお祈りしましょう。最後に一礼して本堂を後にしますね。ちょっと違いましたろ。もうすぐ2024年、今年のうちに初詣のマナーを押さえておきましょう。鳥居をくぐる前にまず一礼、
入ったら道の端を歩きましょう。神社は神様の住む神聖な場所、そして参道はその通り道。道の真ん中を開けとくんはね、神様への敬意を表すっていうことやね。鳥居を過ぎたら手水屋へ行ってくださいね。私たちの体には目に見えない下界の汚れついているからね。右手に柄杓を持って、左手右手口左手柄杓の順で清めます。寒くても手順を踏まないと飽きまへんで。ご神前に進んだら一礼してからお賽銭、本壺鈴を鳴らしましょう。賽銭箱の上に吊るされているあのお鈴のことです。この後は二礼二拍、静かに手を合わせます。最後にもう一度一礼して参拝は終了です。参拝したらきっとすがすがしい気分になれますよ。